秋野さん。そう呼ぶ声に私は振り返った。声の主は安藤さんであった。安藤さんは黄色い大きな紙袋を前後に振りながら走ってくる。間に合ってよかった。私のところに来るなり安藤さんは言った。どうしたんですか？社長がこれを持ってってくれって。何ですか？これ。お嬢様に渡してほしいそうですよ。安藤さんは紙袋を私に差し出しながら言った。中を覗くと、ブランド物の小さなバッグが入っていた。入院してる娘にバッグのプレゼント？私は不思議に思ってそう尋ねた。いえ、手頃な包みがなかったみたいで。何でもお嬢様の思い出の品が入ってるそうですよ。そうですか、わかりました。よかったら一緒にお見舞い行きません？すみません。僕はこれから創立記念パーティーの打ち合わせに行かないといけないんです。わかりました。届け物、必ずお渡ししますね。会社の関係者2人も亡くなってるのにパーティーとこじゃないと思うけどな。安藤さんは一礼すると、慌ただしく立ち去ってしまった。朝さんは病棟3階の個室に入っていた。入り口には見張りらしき警官が立っている。こんにちは。そう言って私は病室に入っていった。朝さんだと思われる女性は一人花をぼーっと眺めていたが、私の声にゆっくりとこちらを振り向いた。彼女と目が合った時、私は一瞬背筋が凍りついた。朝さんのその顔は洋館の肖像画と瓜二つだったのだ。あなた誰？朝さんの声に私ははたと我に返った。お届け物です。は？朝さんはいぶかしげに私を見た。白川照子さんからお届け物があるんです。母さんが？朝さんは一瞬嬉しそうな表情を見せる。よかった。受け取ってもらえないかと思ってました。私はほっとしてそう言った。いらないわ。持って帰って。先ほどの表情はそこにはなかった。いらないと言われても困っちゃうんですけど。そう。じゃあ、そこに置いてさっさと帰って。朝さんはそう言うと、ぷいと顔をそらした。噂通りの人だわ。いや、そういうわけにもいかないんです。私も食い下がる。あんたただのお届け屋なんでしょ？届けたんだからさっさと帰りなさいよ。性格が悪い。朝さんは冷たくそう言った。困り果てた私は、その花ってにしようか。その花って、
ハーチーズですね。え、その花の名前ですよ。パンジーじゃないの？同じなんですけど、ヨーロッパではそう呼ぶこともあるんですよ。ずいぶん博学なのね。そんなことないです。それと、しょうこちゃん、その花は好きじゃないって言ってましたよ。しょうこを知ってるの？ええ。この前、私の働いてる図書館に、てるこさんと来たんですよ。敷地に花が咲いてるんですけど、しょうこちゃんはずっと花を眺めてました。その時、好きじゃないからって私にパンジーをくれたんです。そう、しょうこに気に入られたのね。あささんは言った。ああ、そうだ。お花持ってきたんですよ。そう言って私はパンジーの飾ってある隣に大きめのコップを見つけると手を伸ばした。伸ばした手を花瓶にぶつけて落としてしまった。しまった。さっきの調子からすると大変なことになるわ。どうしてお見舞いというとこうもついてないのかしら。ここはとにかく謝らなきゃ。ごめんなさい。大丈夫かしら。いいわよ。え、もともとそっちのグラスに飾ってたんだから。そうですか。ラッキーラッキーって。割れた花瓶、ちゃんと片付けてよ。あ、はい。そう答えて、私は破片を拾い始めた。高価なものだったんじゃないですか？いいのよ。どうせもらい物だし。ちょっと変わった。いや、センスのいい花瓶ですね。いいから片付けなさい。朝さんは窓の外を見ている。私は割れた花瓶を片付けて、パンジーと私の持ってきた花を飾り直した。あなた知ってるんでしょ、私と野田のこと。朝さんはそう言って私の顔を見る。まあ、私は返事に困り言葉を濁した。和人ってね、とっても平凡な人だったわ。毎朝会社に行って、同じ時間に帰ってきて、食事をしながら野球を見て、日曜日には娘と散歩。いい夫だったと思うけど、いつしかそんな夫に物足りなさを感じてたの。でも野田は違った。野田さんと出会ったのは2年前よ。和人に不満を持ち始めてから、私はよく外出するようになったの。よく通っていたバーで一人で飲んでいると、野田が声をかけてきたわ。最初は役者だって言って、すぐに嘘って分かったけど、自信過剰でどこか危険の香りのする野田を私は愛するようになったの。なぜだ。そうだったんですか。でも私のとこにはもう来ないかも。どうしてですか。わかるでしょ。こんな事件があったわけだし、
私とは関わりたくないと思ってもおかしくないわ。アサさんは冷たい口調で言った。私は思い切って質問してみた。野田さんの行方って、和人さんを殺したのって、選択をします。野田さんの行方って、野田さんの行方って、あなた、野田を疑っているの？そういうわけでは、和人はね、突然押しかけてきたのよ。それを野田がどうやって知ったっていうの？でも野田さんは和人さんと連絡を取っていたそうですよ。野田が和人と？何のために？え、野田さんが二人のよりを戻そうとしていたこと、朝さんは知らないんだ。あの日、和人は何か興奮した感じだったわ。今から行くとだけ言って電話を切ったの。白川産業で会った日ね。警察にも話したけど、突然来ると言ったのは和人の方なのよ。警察は疑ってるって言ってたけど、嘘を言ってるようには見えないわね。彼が来るまでに気持ちの整理はついてたわ。離婚を切り出すいい機会だと思ってそれを言ったのよ。朝さんは淡々と話している。そしたら話が違うってつかみかかってきたの。でも突然その手から力が抜けて、助かったと思ったら和人はパッタンって倒れたの。胸に刺さった矢の根元から血がドクドクと流れてたわ。矢で殺されたの？冷静そうに見た朝さんは少し興奮した感じで言葉を継いだ。仮面の男は見たんですか？ええ、私が悲鳴を上げた時、部屋の陰からそのまま気絶して、気がついたら病院のベッドだった。その仮面の男、野田さんだったとは考えられないですか？確かに野田は行方不明だし、疑われてもしょうがないわ。でも少なくとも私は信じてる。きっと事件に巻き込まれた被害者なのよ。それに野田は薬がないとダメだから。どういうことですか？あの人、子供の頃は病弱だったらしくて、今でもアレルギーとかあるのよ。あ、アレルギーね。悪い薬かと思ったよ。よく薬を塗ってくれって言われたわ。なるほど。病院には行くはずだと？ええ。野田さんのアレルギーって？一度写真を見せてもらったんだけど、そうだわ。マーガレットよ。マーガレットのアレルギーか。あまり聞いたことないな。そうね。花ばっかりだね、話が。朝さんが少し落ち着いたようなので、私はさらに尋ねた。テルコさんのことなんですが、翔子ちゃんのことなんですが、和人さんのことなんですが、翔子ちゃん。え？さっきもそうだったけど、翔子ちゃんの名前を聞くと朝さんは別人のような顔を見せる。
ずっと、照子さんのところじゃ、翔子ちゃん。寂しいと思いますよ。わかってるわ。そのうち一緒に暮らすつもりよ。あの人、私が母親失格だとかって言ってるんでしょう。でも私に言わせれば、あの人こそ母親失格よ。とにかく一度照子さんと、私が言いかけたところで朝さんが言った。用は済んだんだからもう帰って。そう言うと朝さんは入り口を指さした。しまった。逆効果だったわ。でも朝さん、翔子ちゃんに会いたんだろ、会いたいんだろうな。朝さんの表情に、これ以上は無理だと思った私は、しぶしぶ病室を後にした。だけど、せっかく病院まで来たのに、あまり収穫なかったわね。朝さんは野田さんを信じきってるみたいだし、やっぱり鍵を握ってるのは野田さんってことになるわね。しょうがないわ。とりあえず、照子さんの家に戻って報告しないと。そう考えながら歩いていると、ゴミ箱が目についた。私は安藤さんから預かった袋を見ながら考えた。これ捨てようかしら。持って帰ろうかしら。捨てるのはちょっとな。持って帰ろう。もったいないわ。母親の性格が移ってしまったのか、私も買い物袋などを取っておくのが癖になっていた。いやね、なんか生活じみてるわ。そう、あの子はまだ私のことを。照子さんうつむいてそう言った。大丈夫ですよ。朝さんだって、照子さんがちゃんと話せばきっと分かってくれますよ。私は気休めとも取れる言葉で取り繕った。でも、心配しないで。それに、翔子ちゃんだって、きっとお母さんに会いたいはずですよ。翔子。照子さんは窓の外を見ながら言った。あの花は、朝がとても好きな花だったの。照子さんは一瞬、ほっとしたような微笑みを見せてそう言った。花というよりも、低木に近いが、緑の葉の間から綺麗な紅色の花が顔を覗かせている。あの花は？共竹と、共竹と、私は聞き慣れない花の名前に思わずオウム返しに聞き直した。あの子、小さい頃は体が弱かったから、夏の暑さにも負けないで花をつける共竹刀のように強くならないとって積んできてあげたの。そしたらとても気に入って、朝さんの美容室にはこの花の方が似合うんじゃないかしら。あの花も朝が植えたのよ。昔思い返すように照子さんは言うと、吹っ切れたような笑顔を見せた。そうね、親子向き合って話をしないと。昔のように。そうですよ。ごめんなさいね、変な気を使わせちゃって。
いいえ、結局お役に立てなかったし。迷惑ついでにもう一つ頼んでいいかしら。何です？翔子と遊んでいてほしいの。私はこれからパーティーの打ち合わせでどうしても外出しなくちゃならなくて。なんだか嬉しそうですね。そうね。気持ちの整理がついたからかしら。そうそう。パーティーの日、プレゼンテーターをやるのは翔子なのよ。それはすごいですね。ええ。2時間くらいで戻れると思うの。だから。いいですよ。すいませんが。まあ、引き受けようか。いいですよ。図書館の方は二重に任せてあるんで大丈夫です。ごめんね、二重。もう、頼むよ、銀な。二重の声が頭をよぎる。本当に？助かるわ。それに、翔子はあなたのことが好きみたいだから。嫌いな花くれるけどな。そうですか。翔子ちゃんのことは任せてください。私は照れながらそう言った。できるだけ早く戻りますから。よろしくお願いします。翔子ちゃんはどこに？多分、庭にいると思うわ。それじゃ、お願いね。そう言うと、照子さん打ち合わせに向かった。庭に出て行くと、翔子ちゃんは寂しそうに花を眺めていた。その花、好きなのね。突然声をかけた私に驚くでもなく、翔子ちゃんは答えた。変わった名前よね。私は キョウチクトウの花を眺めながら言った。そうよね。でも、お母さんには思い出の花なんだって。だからここに植えたんだよ。翔子ちゃんは笑顔を見せると言った。へえ、朝さんってすごいんだ。これって木みたいなもんだし、あまり手をかけなくても育っちゃうの。お母さんらしいでしょ？そう言って照れ笑いを見せる。お母さんね、あんなんだけど、本当はすごく優しくて、私のことを大切にしてくれたのよ。だけど、ほら、子供だから。翔子ちゃんはキョウチクトの花を見ながら笑顔を見せた。私もその言葉にプッと吹き出してしまった。しかし同時に、翔子ちゃんの大人びた言葉に、朝さんを思う娘の複雑な気持ちを感じ取っていた。翔子ちゃん。何？お母さんに会いたくない？でも、病院に入ってて会えないって、おばあちゃんが。うまく言えないけど、照子さんも、翔子ちゃんのことを心配してそう言ったのよ。これから会いに行こうか。いいの？翔子ちゃんの顔にぽっと笑顔が咲いた。もちろん。
そんな翔子ちゃんにも、私も笑顔でそう答えた。外来の受付は終わったらしく、ほとんど人気はなかった。翔子ちゃんの手には、庭で摘んだ凶竹刀の花が握られている。お母さんにあげるの、と言って摘んできたようです。朝さんもこれを見れば、てる子さんに対して素直になれるかも。勝手に連れてきてよかったのかね。そう思うと足取りも自然と速くなる。私たちは夕暮れに染まった廊下を朝さんの部屋へと向かった。あそこがお母さんの部屋だよ。私はそう言って病室の方を見る。誰かいる。仮面の男。病室から出てきたのは仮面の男だった。仮面の男は片方の足を引きずりながら廊下の角を曲がっていく。私は、朝さんが心配だわ。病室へ急いだ。捕まえてやるわ。仮面の男を追った。洗濯をします。捕まえてやろうか。翔子ちゃん、お母さんを。言うと同時に私は男を追って歩き出した。走るんじゃないんかい。しかし、亀の男が朝さんの部屋に。朝さんは大丈夫かしら。私は頭を左右に振ってその考えを忘れようとした。相手は仮面の男よ。余計なことを考えていると自分の身が危ないわ。私は両手の拳をぎゅっと握りしめた。角を曲がると仮面の男が非常階段の扉の奥へ消えるのが見えた。私は足音を極力抑え男を追った。そっと追っかけてるのね。扉の前についた私はドアに手をかける。亀の男が待ち伏せをしていたら、いえ、亀の男の正体を暴くチャンスは今しかないのよ。私は脳裏に浮かんだ疑念を振り払うと一気に中へ入った。それは、鋭い音を立てて、鉄製の扉に突き刺さった。これは嫌か。ボウガンかなんか持ってんな、あいつ。一瞬、男の影が見える。私は慎重に足を進めた。亀の男は本気。一瞬でも気を抜いたらやられるわ。どうするの、銀杏。必ず正体を暴いてやるわ。これ以上深追いするのは危険だ。追っかけてみよう。私は再び歩き出した。扉の閉まる音が閉ざされた空間に響く。扉の外に行ったのね。私は扉を開けて後を追った。扉の音はフェイクよ。私はそのまま階段を下った。フェイクにしよう。亀の男は下に降りていったに違いない。私は階段をゆっくりと降りていった。1階と2階の中間にある踊り場が見えてきた。その時、やっぱりね。私の胸に激痛が走る。
胸に刺さった矢の痛みに、私は叫び声を上げた。そして、その痛みも次第に薄れていった。バカなやつだ。出しゃばるからだ。遠のく意識の中で犯人の声が耳に届く。それは確かに聞き覚えのある声だった。まさか、あいつが、無謀。終わり。